今回はですね、2023年、まあ、最後の動画になりますので、今日はですね、私のチャンネルで紹介した Chromebook の中で、まあ、私が個人的にですけどね、まあ、この Chromebook が良かったなと思うね、ベスト3を紹介していきたいと思います。それではね、まずは第3位から紹介していきます。第3位はですね、こちらですね、 エイサーのクロームブック5 1 6 g e という端末になりますで。こちらの端末は残念ながら日本では未発売となっておりますので、私はアメリカの Amazon で確か購入したと思います。まあ、特徴はですね、まずゲーミングクロームブックなんですね。まあ、その後一切聞かなくなってしまったゲーミングクロームブックですけれども、その中の1台ですね。で今はアップデートで Chromebook プラスにもなりました。 まあ基本的には高性能でかつでかいっていうところですね。ただ全体的にはね、そのゲーミングクローンブックっていうところもあって、デザイン的にもかっこいいし、まあぜ、なんでしょうね、品質がやっぱいいんですよねで。ディスプレイがでかいんですけど、ノングレアなんですよ。最初からノングレア。タッチには対応してないんですが、まあ、ノングレアということで、この辺がですね、個人的に、まあ、母感として使えるようなクローンブックということで気に入っています。 やはり Chromebook って皆さんおそらく Windows のメイン PC を持っていて、まあ持ち歩き用とかサブ用で Chromebook 使ってますよっていう方がもう大半じゃないかなと思います。で、私もそういった使い方でもないか。私はあの Chromebox 持ってますんでね。結構それはもうほぼメインのデスクトップ PC として使ってますので、まあ Windows もでも半分ぐらい使ってますかね。まあそういう中で Chromebox もいいんですけど、このノートパソコンだったらね、この GE だったら、516GE だったら、まあ、母感として、まあ、持ち歩くにはちょっとでかいんですけど、ただそのデスクトップ代わりの Chrome OS 端末として十分使える性能と、画面のデカさと、まあ、品質ということで、まあ、これはですね、そういう珍しい母感としても使えるような Chromebook ということで、個人的には非常におすすめです。 まあやはりですねゲーミングクローンブックということで、キーボードの方もしっかりと RGB ライティングに対応しているということで、この辺もですね、まあ、非常に珍しい。もしかしたらもう二度とねゲーミングクローンブックは今後発売されないかもしれないので、そういった部分でも非常に貴重な一台ではないかなと思います。でこのねえー、っとキーボードのバックライトのねこの設定ですね。 えー、ゲーミングクロームブックにはこういった設定があるんですが、一般のねクロームブックには当然ないんですがこういう珍しいね、まあ、設定ができるのもクローンブックあゲーミングクロームブックのね面白いところかなと思いますこれで今色変わってるの分かりますかね黄色にしたり赤っぽくしたりね青っぽくしたりということでまあこれはちょっとね言ってもお遊び的な機能ですけれども、まあ、こういう遊び心もありつつまあ、性能とあと品質とあと見た目がかっこよくてでかい。 まあこれがね、揃ってる端末として、ベスト3に選びました。で、この端末はですね、有線 LAN に対応してるんですね。有線 LAN に対応してる Chromebook は、もう本当に少ないと思うんですけれども、ゲーミング Chromebook というところもあるんですが、こういう有線 LAN があると、やっぱりね、母感としてデスクトップ代わりに、背置きとね、Chromebook としても十分使えるんではないかなと思います。で、天板もですね、これちょっとツートンになっていて、 で、かつね、こっち側ですね、広い方が、ちょっと映像でわからないかもしれませんが、これヘアライン加工みたいに少しね、もうちょっと映像ではわからないですね。本当に細かいね、線が通ってて、この辺の質感もすごくいいんですよね。まあ、弱点はどうしてもディスプレイサイズもでかいので、まあ重たいので、まあ持ち歩きにはね、当然向かないかなと思います。それでもですね、そのでかさがデメリットになってない珍しい端末ではないかなと思います。 それでは次は第2位ですね。第2位もエイサーなんですけども、これもすいません、日本で売ってないんですよ。で、エイサーの端末って結構いい端末売ってるんですけど、なぜか日本で売ってないというか、まあ本当にね、2023年のクローンブック見てもらうと分かりますけど、エイスース以外ね、正直あんまり、まあレノボもちょっと出しましたけど、あんまりこう力が入ってないというか、HP とか、まエイサーとか、特にエイサーはちょっと個人向けでは、 何か出しましたっけっていう感じになっちゃうような状態じゃないかなと思います。まあ、反面ですね、えー、アメリカの方に目を向けるとですね、エイサーは結構いい端末出してます。まあ、その中でもこれは多分アメリカでもめちゃくちゃ売れてるシリーズじゃないかなと思いますけれども、まあ、エイサーのクローンブックスピン714の2023年モデルです。 まあこれ2022年モデルもあって、両方とも私持ってるんですが、まあ CPU がね、基本的に新しく、13世代から新しくなったということで2023年モデルなんですけども、まあ全体的にね、まあ精度もいいし、バランスもいいし、もう何でしょうね、とにかく私がね、もし今黒向く私すごい持ってるんですが、1台だけしか残せない。あとは全部売却してくださいって妻から言われたら、 何を残すかって言ったら、おそらくこれを残すと思います。まあ、それぐらいバランスがいいっていうことですね。じゃあ、1番じゃないのかいって言うかもしれませんが、まあ、1番は1番でね、まあ、クローンブックらしい1台っていうのがあるので、まあ、やっぱクローンブックってこういう感じだよねっていうのが、まあ、ベスト1位なんですけど、まあ、逆に言うと、とにかく性能とかも含めて、1台しか持てない。クローンブック1台しかもう持てないんですよと、残せないんですって言われたら、本当にね、これを選ぶと思います。 まあそれぐらいね、まあ性能もいいし、バランスもいいし、クロームブックらしい使い方が全てできる端末になってますので、なぜこれを日本で売らないのかというのが本当不思議でしょうがない。多分売れないからだと思うんですけども。でも、これ売れると思うんですけどね。価格がね、やっぱアメリカ並み。でもね、クロームブックって結構ね、アメリカの結構安い価格とそんなにね、違わないぐらいで、日本ではかなりだからリーズナブル。 そんなに高くないそんな割高じゃない価格で売っているのでこの端末もですね日本で売ればまあそれなりには売れるんじゃないかなと思うんですけどただクローンブックのそれなりっていうのがもう普通の Windows パソコンの最低レベルじゃないかなと思いますのでまあそういった部分でクローンブックの中で売れても全然 Windows には及ばないよねっていうのがまあ正直なところなんでやっぱなかなかねえアメリカでも言っても売れないものを日本に持ってきてさらに売れないってことになると。 まあ正直ビジネスにはならなならいいのかなということででここれも日本では売っておりませんこの端末のいいところはもうここにね書いてあります。16対10のディスプレイですね。ディスプレイ非常に綺麗ですで。これクラムシェル型なんですよ。回転ヒンジでテント型でも使えます。かつですね、これだけねかっこいい端末なんですけど、ちゃんとね見る規格に対応しています。さらにゴリラガラスに対応していて。 サンダーボルトまで搭載していまするクロームブックというのはかなり限られますので、まあ、この端末はそれにもしっかりと対応しています。 あとね、2K の Web カメラということで、まあこれ現状はですね、Chromebook にもアップデートされましたので、まあとにかくトータル的に Chromebook でできることが、もちろんペンにも対応しています。Chromebook にできることが全てできる端末ということで、先ほども言いました通り、もし1台しか残せないんであれば、この端末を残すというね、そういった理由ですね。Chromebook の機能が全て使えるということで、それでいて価格が結構安かったんですよね。 この辺が受けて、おそらくアメリカでも結構バカ売れしてる端末だと思います。で、エイサーのね、端末って、まあ、この714もそうだし、さっきの516もそうだし、あと513かなえー、っと、ARM 系の CPU を搭載したあクロームブック o 1台私持ってるんですけど、それもいいんですよ。それもいいけど、ま、あベスト3から出ちゃったんですけど、全体的に言えるのは、このね、トラックパッドの方がね、すごく滑りが良くて、使いやすいんですよね。 だからね、本当にね、内容的にはね、エイサーのまあそこそこいい黒を向く、エイサーも文教モデルとか売ってて、日本でも売ってると思うんですけど、まあそのあたりはどうしてもね、あのコストパフォーマンス重視になってると思うんですが、そこそこいいね、ミドルレンジクラスから上の端末って、結構作りがいいなっていうふうに思うことが多いので、やっぱり日本で売ってもらいたいなっていうところですけど、どうにも、あ多分やる気がないというか、やってもしょうがないっていう感じになってて、 なかなか日本ではね、そういう端末がま出ないという状況ですけれども、えー、まあ、できたら714ね、2024年版、まあ、おそらく出るとは思うんですけども、日本で販売をしていただきたいなと思います。それではですね、最後、ナンバーワンですね、ベストワン紹介したいと思います。まあ、これはちょっとベタと言いますかね、鉄板なんですけれども、 ああ、なるほどねというか、やっぱこれかというところだと思いますが、レノボのアイデアパッドフレックス 3i Gen8 ですね。まあこちらは Amazon でもね、これは日本でも販売をしていて、日本のアマゾンでもブラックフライデーセール等でまあ3万円台ね、半ばぐらいで販売をして非常に人気があった端末です。であと CPU はね、N100 です。この N100 も2023年すごくね、人気のある、Chromebook に限らずですね、 まあ人気の CPU、ローエンドだけでも性能が高いということで話題になった CPU ですけども、まあそれを搭載したクローンブックということで、かつ、やっぱ持ち歩けるっていうことですよねやっぱりクローンブックって、先ほども言いましたけど、まあサブ端末で使ってる方が多いので、そういった中でやっぱり安い、やっぱり持ち運べる大きさ。 この辺がやっぱりね、売れる Chromebook の条件になってくると思いますので、まあ、そういった部分で、このね、アイディアパッドフレックス 3i については、この辺を満たしてるということで、まあ、日本でもまあ結構売れたんではないかなと思います。で、私もですね、やっぱり Chromebook らしい時代ってことになるとね、やっぱり2023年っていうことになれば、やっぱこれがまあ一番ね、そういった Chromebook らしい。 安くて持ち歩けるクローンブックというところでは、まあ、非常に良かったんじゃないかなと思います。でやっぱりですね、あの安い、ね、端末って文教モデルみたいのしかないんじゃないですか。でやっぱり文教モデルはちょっと見た目的にもかっこ悪いよねっていうことで本当は持ち歩きたいんだけど持ち歩けないみたいなところがあるので、まあ、そういった中でこの、ね、アイデアパッドフレックス 3R についてはこのちょっとブルーなボディではありますけれども文、まあ、教モデルっぽくないところもあってですね まあ、この辺も人気のね、理由の一つではないかなと思います。まあ、重量も1.2少々ということで、まあ、軽くはないですけどね、めちゃくちゃ軽いね、単発ってこともでもないんですけども、まあ、でも十分持ち歩ける重量とサイズということでね、やっぱり総合的によくできてる単発だなという感じですで。やっぱり個人的に残念なのは、まあ、メモリー8 g がが選べないよっていうのもね、よくコメントでいただきましたけど、 やっぱり最大の個人的に行けてないところはペンに対応してないっていうところかなと思うます。せっかくフリップ型でね、まあ、タブレット状態にもなるので、RAM8GB よりも USI のペンにしっかりと対応するというところがあれば完璧だったんですけれども、残念ながらどういうわけかペンには非対応ということでね、ここだけが残念な端末でしたね。まあそれでもやっぱりね、他のね、メーカー、さっき言った Acer とか HP とか、何してるんだっていう感じなんですけども、ほぼ、 新しい端末、話題になるような端末ってなかったので、まあ、エイススはそれなりに頑張ってますし、まレノボも、まあ、このフレックスとかスリムとかね、まあ、新しい端末出したんで、コンパニオ520ですとかね、まあ、そういう部分では、まあ、レノボとエイス s スぐらいかなと、エイサーと HP はちょっと、まあ、クローンブックやってもしょうがねえな、みたいな感じの雰囲気に、まあ、ギガスクールも終わっちゃったし、みたいなところもあるのか分かりませんが、ちょっと2023年はね、力が入ってないっていう感じだったので、 まあそういう中でやっぱりこの N100 を搭載したね、レルムのクローンブック、非常に良かったと思います。ということで今日はですね、2023年に私が実際に紹介したまクローンブックの中での、まあ、ベスト3ということで紹介をさせていただきました。えー、まあ今年ですね、2023年私が紹介したクローンブックっていうのは全部で22台ありましたね。だから月2台のペースで紹介をしたんですけども、 まあただこの22台の中にはその新しい端末を消化したっていうことではなくて単純に文教モデルが安売りしてますよみたいな感じで買った端末がかなり含まれているんですね。で私はなるべくやっぱりその参考にしていただきたいので日本で発売されるクローンブックをまあなるべく早く購入をして皆さんに。 ま、紹介できればなっていう、一応方向性ではいるんですけども、ただやっぱりこう資金的な問題もあるし、ま、すべての端末を変えるわけでもないので、ま、だからあくまでも自分の中で絞って、ま、比較的人気が出そうだな、みんなが、あの、知りたいなっていう端末をね、ま、紹介しようとは思ってるんですが、ただ、そう、全部で22台しかなくて、その中でも新しい端末って本当に少なかったと思うんですよ。ま、ですので、それだけね、先ほど言いましたとりもギガスクールも一段落ついて、 ちょっとクロームブックもプチブレイクした瞬間があったと思うんですけどもまあその熱も冷めやっぱりエイサーとか HP とかが若干手を引き始めたっていうかちょっとあんまりこう力が入ってないまあもちろんもしかしたらその法人向けとかね学校向けにはまあ売ってるのかもしれませんがまあ一般のユーザー向け家電量販店で並べるようなクロームブックはもう別にいいよねっていう感じにちょっと。 まあなっちゃってるのかなということで、まあ先ほど紹介したね、まあ今、今紹介したか、今紹介したこの N100 のクロームブックも、まあ日本だと、まあレノボっていうことなんですけど、ただアメリカにね、目を向ければですね、私もエイサーの文教モデルに N100 紹介してますし、これはもうちろんアメリカでしか売ってないんですけども、まあ実、あの HP なんかでもね、N100 の端末確かあったと思うし、N200 とかの端末もあるし、もっともっと種類はあるんですけども、まあやっぱり日本には、 来ないかなり絞られてるしまあ、そもそも売れないのでっていうことでエイサーなんか本当に新しい端末今年その一般向けのユーザー向けにね出したのかなっていう感じですよね HP も出しましたっけっていうねまあ、感じまあ出したかもしれませんけどあんまりこう印象に残ってない、まあ、頑張ってるのはエイスと、まあ、レノボですねまあレノボはこの N 脚も出したしコンパニオ520のスリムですねアイディアパッドスリムも出してるのでまあそういう部分では 個人向けに対しても、まあ、継続的に、まあ、全部じゃないにしても、まあ、機士を絞りながらも一応出してくれてるっていうことで、まあ、これ非常にありがたいなと思います。でエイススはですね、まあ、結構あの幅広くいろんな端末にチャレンジをして発売をしてくれるので、まあ、日本では本当に例のボぼとエイススが頑張ってるかな特にエイススは、えー、頑張ってるんじゃないかなと思います。最近ももねでの,の cm 紹介しましまたけれども、まあでも それぐらいですよね。本当に、あのー、端末の数は限られてますし、ちょっとね、あのー、まあ、N100 この端末に対抗できるようなライバル機種っていうのは正直あんまりなかったかなと思いますので、まあ、そういった部分で、2023年については若干 Chromebook で言うと、ま、あ不作の年だったかなというふうに思います。まあ、2024年はおそらく Chromebook Plus が、ま、日本でも、 まあ確か発売されるって確か出てましたね。まあ1台発売される予定があるし、えー、他のメーカーさんからも、まあ多少なりとも出るんじゃないかなと思うんですけど、もしこれを出さないってことになると、確かエイススの端末ま出ると思うんですよ。Chromebook でも他がまだ言ってきてないので、まさかスルーしないよねっていう感じ。まあゲーミング Chromebook もエイススは出したけど、他のメーカースルーしちゃったようなとこもあるので、 結局、ゲーミングクローンブック出したり、クローンブックプラス出しても、まあ日本っていう狭い市場では、まあそもそも世界的にね、あんまりこう、クローンブック自体が売れてない、あんまり儲からないとかって、まあエレノボのね、なんか偉い人の話もありましたけど、まあそういう中で、特に日本っていう非常に限られたあところで、じゃあ売るかっていうとやっぱ売らないよねっていう感じになっちゃうんでしょうね。まあだから、そういう部分で言うとなかなか2024年も厳しいかなとは思いますけども、まあでもクローンブックプラスが、 何機種かは発売されるんじゃないかっていうところで、まあその辺でね、えー、一つ盛り上がっていただければ、私のチャンネルでも紹介するネタが増えるということで、えー、ぜひね、Chromebook も2020年 Chromebook Plus について、えー、まあちょっと期待をしたいなと、やっぱり AI 機能ですね。AI 機能をまあ盛り込んでくるっていうことで、今 AI すごいですからね、あのー、端末じゃないですけど、そういう AI の技術でめちゃくちゃ進歩してますんで、まあそれをどう端末に落とし込んでくるかっていうのが、やっぱ今後のね、 クロームブックもそうだしまあ正直スマートフォンもそうだと思いますけどもまあその辺ですねやっぱり Google もバードとかねありますのでまあその辺をどうやってクロームブックに落とし込んでくるのかとクロームブックプラスとクロームブックのこうねすみ分けの中にその AI をどうやって 言ってくるのかなというところもね、まあ、ちょっと気になりますんで、まあ、その辺をまあ期待したいかなと思います。というわけで、まあ、一応この動画が今年最後の動画になろうかなと思います。まあ、今年一年ね、本当に、えー、たくさんの方に視聴いただきましてありがとうございます。まあ、来年も、まあ良くも悪くも別に特に変わらず、えー、やっていこうかなと思いますので、やっぱりね、あの YouTube って継続するのは本当難しい。もう何度もやめようと、もうやめちゃおうかなって思ったことはありますけども、 まあまあ、クローンブック買う、買えるから、やっていこうかなっていう。まあ、多少なりと、あの、収益があって、え、クローンブック買えるから、え、それが楽しみでやってるという感じなのでね、まあ、クローンブックに限らずですね、まあ、ガジェット買えるので、まあ、やってるっていう感じなんで、まあ、ぼちぼちはやっていきたいと思いますけど、でもね、今、YouTube って本当にね、本当にね、下がってるんですよ。もう本当に全盛期のね、収益で言ったら全盛期の5分の1ぐらいですよ。5分の1ぐらいしかお金もらえない。え、4分の1ぐらいかな。え、視聴回数で言えば半分ぐらい。 っていうね、状況なんで、まあ本当にうちもですね、この資金繰りがショートしたら、うちのチャンネルもまあ終わりになるということですので <laughs>、えー、まあぼちぼちやりますんでね、まあぼちぼち見ていただければなと思います。はい、今回は以上です。